皆さんこんにちは。実はですね、1回20分ぐらいの授業をもう今終えました。ところがストレージの管理ができてなくて、 iPad のね、容量をちょっと動画を溜め込みすぎてね、食ってしまっていて、なんと動画が途中で止まっておりました。もう泣きそうです、ほんとにっていうね。で、一応もう一回授業をします。さっきは本当に完全にエアー授業でしたね。今からちょっとちゃんとやっていきますので、皆さん本日もよろしくお願いします。で、今日は不可疑問文っていう疑問文を扱います。これね、不可って読みます。不可疑問文ね。で、どんな、これがね、不可疑問がどんな意味の疑問文かっていうのはちょっとね、置いといて、とりあえず不可疑問文のね、作り方を説明していきたいと思います。で、例文1見てください。これ実はもう書いてあるんですが、なんで書いてあるかっていうと、さっき授業をしてたからですね。どういう意味かっていうと、You are 10 years old。 これが元の文ね。どういう意味の文かっていうと、あなたは10 years old で何とか歳、年齢を表すので、あなたは10歳ですという普通の文です。普通の文のことを肯定文って言ったりしますね。疑問とか否定文でない普通の文のことを肯定文と言います。で、これに不可疑問文をくっつける、作るやり方なんですが、まずね、ここにカンマを置きます。こんな感じでね。で、次に動詞、この場合は B 動詞だね。動詞の否定の形、否定形ね、をここに置きます。 B 動詞の場合は B 動詞の後ろに not をね、置けばよかったです。 is not、 am not、 are not ね。なので B 動詞の場合はここ aren't っていう否定形が来る形になります。カンマを置いて動詞の否定形を書く。次に主語をそのままここに持ってきますね。そのままじゃないこともありますけど、今 you はそのままで OK です。で、最後にクエスチョンマークをつける。これでね、不可疑問文の完成なんですね。読み上げてみると、You are 10 years old, aren't you? と。一応疑問文なので、上げてね、読むことがほぼです。ただし、下げて読むときもあります。You are 10 years old, aren't you? みたいなね。そういうときはちょっと意味が変わります。で、まず上げていくときの意味なんですが、これね、ここに書いた通り、確認とか念押し、あなたは10歳なんだよねっていう表現、この意味が実は不可疑問の意味なんです。で、普通は上げて読むんですが、下げて読むときはちょっと自信がないね。確認のとき、何歳だったかな、あなた10歳だったっけみたいなね、そんな感じ。そういう時は下げて読みます。でも基本ほとんど出てくるのはこっちなので、日本語訳はこれで書いてます。ここまでであなたは10歳ですという意味です。で、それにアンチューをつけると、あなたは10歳ですよねっていう意味になります。これが不可疑問文の基本的な考え方です。カメラチェック、オッケー、大丈夫ですね。私が通ると揺れますね、カメラがね。で、はい、じゃあ次いきます。どんどんいきます。今度はさっき B 動詞だったのが一般動詞に変わってますね。You like 焼肉。焼肉食べたいですね。お店で食べる焼肉ってなんであんなの本当美味しいんでしょうね。家で食べるのもまあ美味しいんですが、これ一般動詞になったらどうなるかっていうと、もうほとんど同じですね。カンマを置く、一つ目で、動詞の否定形を、否定形をここに書くんですが、さっき B 動詞だったからアーントにしました。じゃあこの否定形どうするかっていうと、この文否定文にするときは You don't だったね。一般動詞の場合は You don't like 焼肉なので、ここにドンとを置いてやりましょうと、っていう
9はもう同じ、そのままこうです。これで深ひもむが完成します。意味はあなたは焼肉が好きですじゃなくて好きなんだよねと。はい、こういう確認の意味を持ちます。まあ当たり前ですね、焼肉が好きに決まってますねはい、であとね、これにちょっとね付随して He はい、今度ね三人称単数の S がつくときはどうなるかっていう話をしていきたいと思います。これもね基本的にはもう全く同じで、これ三人称単数ね、三単元、三単元の S がついたときは否定文 don't じゃなくて doesn't でしたね。なのでここはカンマをまず置く、で don't じゃなくてこの場合は doesn't を置くと、これの否定形ね、否定形と。であとは he は、まあ、そのままです。これはね he でクエスチョンマーク、 he likes 焼肉 doesn't he となります。意味は彼は焼肉が好きなんだよね、好きなんですよね。はい、こういう意味になろうかと思います。今なんか動画が止まるピコンと音がしたけど嫌な予感がするけど大丈夫ですね。はいはい、じゃあね例文3いきたいと思います。例文3じゃなくていいか、よいしょ。あのね例文2にこれも加えちゃいます。トム went to 東京。はい、ああこれピリオドはちょっとつけないでおきましょう。はい、これも例文2の一つね。でトムは東京に went、 went はこれは go の過去形ですね。中学1年生とか小学生の方も見てる人がいると思いますので、あのね過去形になるとね全然形が変わっちゃうものが実はあるんですね。詳しくは一般動詞のところを見ていただければあの分かりやすいかと思うんですが、トムは東京に行くじゃなくて行きましたっていう意味です、これね。でこの時はどうするかっていうと、もう英語をある程度勉強している人はお察しがついてるかと思うんですが、普通の一般動詞の時ドンと、三人称単数の S がついてる時はダズンと、ね、だったら過去形の時はどうなるかっていうと否定形ね、これは didn't になりますよと、こうなりますね。でトムをここに書きたいところなんですが、一回トムっても出てきているので、これのトムの代名詞を書いてやりましょう。トム男の子なのでここ he に変えてクエスチョンと、一応こう書いておきますね。これはトムの代名詞、代名詞ってね代わりに置く言葉のことですね。あのトム went to 東京 didn't Tom っていうのね、あんまり英語は好きじゃないんですね。あの同じものをね繰り返すのは好きじゃないので、男の子だったら he と代名詞で置き換えてあるのがいいと思いますね。これでどういう意味になるかっていうと、トムは東京に行ったんだよねと。はい、こういう日本語になろうかと思います。これが一般動詞関係のね、例文でございます。ちょっとカメラが止まってないか非常に不安なので、チラチラ見ながらねさせていただきたいと思います。
よし、次。次ね。今度は助動詞いくか。例文3。はい。組にしましょう、今度はね。女の子。Can speak English? Where?まず文の説明からいくと、クミさんは can、 はい、これ大事ですね。 can はこれは助動詞って言って助けるって書いてあるね。詳しくはこのね、私が撮っている授業動画の助動詞のところを見てほしいんですが、なんとかできるって意味でしたね。 can speak、 speak は話すって意味なので、話すことができます。クミは話すことができます。何を？イングリッシュ、英語を。ウェルはこれ上手にって意味です。クミは上手に英語を話すことができます。これを不可疑問にするときはどうするかっていうと、カンマを置くのは変わらない。で、ここの否定形をさっきと同じようにここに入れます。否定ね。で、助動詞の否定形っていうのは助動詞の後ろに not を置けばよかったはずですね。助動詞の時にね、これも説明していますので、 can の否定形は can't ですね。 can't を短縮した形を書きましょう。もともとは can not です。助動詞の後ろに not を置けば OK ということですね。ちょっと消しとこうか。で、さっきと同じようにトムは男の子だからヒーだったんですが、これは女の子、クミは女の子なので代名詞はシーが来てクエスチョンマークと。これでクミは上手に英語を話すことができるんですよねという意味になります。クミは上手に英語を、この次ですね、話すことができるんですよねと。はい、このような意味になります。で、これにちょっと付随してこういう形もあるんですね。前の部分が否定文ではなく普通のね、肯定文の文をね、紹介してきたんですけども、この文はここが否定文になってます。ここがポイントですね。もともとのここの文が否定文の時はどうするんですかっていうお話なんですが、全く難しくないです。大丈夫です。カンマを置きます。で、さっきは can だったから can という否定形になったんですが、もともとが否定の時はここはね、肯定形を置きます。なので何のことはない、 can に戻してやれば OK なんですね。で、クミは C ですね、女の子なので。はい、クミ can speak English well? can she? となります。これで意味は素直にさっきの英語を、ここを否定にすればいいんですね。話すことができない、話せないですよねと。はい、こんな感じですね。ここが否定だったら、もともとの肯定の形を置いてやればね、全く問題ないということです。はい。じゃあ、例文4行きましょう、今度ね。これちょっと休憩しちゃいます。いいよ。よし。例4に入っていきたいと思います。その前にカメラチェックをします。止まってたらもう本当に泣きたいぐらいですね。
止まってないです、大丈夫ですね、いきますこのまま続行します。はい、例文4はね、今度は、何しようかな。あ、メレブンでいくか。メレブンでいいな。はい。Speak English。いきなり主語がなくて、動詞の原型が来ているこういう文のことを、命令文と言いましたね。中学1年生でやりますね。はい、動詞の原型で始まる文を命令文と言います。何々しなさいとかね、何とかしてくれよとか、そういう意味です。 Speak English なので英語をね、話してよと、英語を話しなさいよ。で、こういう時は実は形が決まっていて、カンマを置くのは変わらない。命令文、前が命令文の時の不可疑問文は、はい、これで覚えておいてください。命令文の時は、カンマ・ウィル・ユー・クエスチョン・マークと。こういうふうな形になります。これは、否定文の時も同じです。全く同じで、ちょっと否定もやっちゃおうか。これの否定を書きます。ドン。はい、命令文の否定っていうのは動詞の原型の前にドンと置きますね。これ命令の否定、こっちは何とかしなさいなんですが、こっちは何々するなと、禁止を表しますね。禁止、助動詞のMust を扱ったときに Must not とほとんど同じ意味ですよってことを言ってあります。これで英語を話すなよと、話しなさんなよと、そういう意味ですね。で、これも命令文の一種なんですが、この時も同じです。カンマを置いてこんな形になります。 Will you ね、それぞれ日本語書いておくと、こっちは英語を話しなさ、話しなさいねと、こういう命令の念押しの文ですね。こっちは英語を話さないでねと、はい、こういうね、意味になろうかと思います。はい、これが例文4ですね。で、あとね、一つだけ紹介するか。例文5、例文5と、レッツにしようかな。あのね、レッツもね、実は命令文の一種なんです。あの、ゴーショッピングで、これでゴー、一般動詞のね、原型が来てて、主語が何もないよね。なので、レッツも、これも命令文の一種なんです。ただし、これは、一緒に、何々しましょうと、という、お誘いの表現なんですね。の表現です。なんでそんなになんかね、命令チックじゃなくてね、人をね、誘うってことは、ちょっと言葉悪く言うと、命令してるのとほぼ同じような意味になりますね。買い物に行きましょうよってことは、買い物に行くぞと。言葉悪く考えるとですね。なんでこの命令文の一種。レッツを置いて、レッツゴーショッピング。ゴーショッピング。これも重要な熟語です。覚えてください。これで、買い物に行く。あのね、ゴートゥーショッピングとならないところに気をつけてくださいね。
ゴーショッピングとか、あのね、ゴーフィッシングとかね、ゴースケーティング、ゴースキーングっていうのもありますが、これは釣りに行くと、これは、スケートをしに行くと。あとゴースイミングとかもあるかな、これ泳ぎに行くと。こういうのはね、あの to を伴わないでそのまま go なんとか ing でどこどこしに行くっていう意味になります。あ、やばい、ここに書いちゃったらこの先が書けないので、これちょっと一回消しますね。はいはいはい、よし。で、このレッツの時は、本題に戻ってね、レッツの時どうするかっていうと、カンマを置いて、これね、助動詞の時に説明したんですが、レッツは、シャルウィーと書き換えが可能ってことを説明しました。なので、助動詞の回のね、動画をよく見てる人は、察しがつくかもしれないんですが、ここは、シャルウィーが来ますよと。レッツの時は、シャルウィーが来ます。不可疑問はね。これをしっかり頭に入れといてください。どういう意味かっていうと、買い物に、行きましょうねと。はい。こういう意味になろうかと思います。これで全部説明したかな。はい、これでほぼ不可疑問文については説明したかと思います。なので、いろんなパターンがあるのでね、基本的にはここが肯定文だったら否定形、カンマを置いて否定形を置いて主語を置くと。で、あとは時制ね、過去とかね、未来とかそういうのに合わせてここを置き換えていく。こっち側が否定だったらこっちは肯定を置くと。で、こういうふうに命令文とかね、そういうのはちょっと特殊な形をしますよということを覚えておいていただければと思います。言い忘れました。ごめんなさい、これ Will you は、なんで Will you になるかっていうと、これもね、助動詞の回で説明しているので、詳しくはそっちに譲りたいと思うんですが、Will you open the door? オープンは、これ開けるって意味ですね。ドアはドアです。これで、ドアを開けてくれませんかと。ここなんですね。してくれませんか。これが Will you。 これもね、イメージとしては窓を開けてくれないか、ドアを開けてくれませんかってことは、ちょっと厳しい見方で言うと命令だよね。ドアを開けてくれませんかってことは、ドアを開けなさいと同じなので、なので前が命令文の場合はこういうね、この表現の Will you を置きましょうということになります。はい、じゃあ不可疑問はね、これで1話完結で終わらせていただきたいと思います。これ知ってるのと知らないとではやっぱ英作文の力とかね、自由度がかなり広まりますし、会話もね、でもこれ使えると思いますので、作り方と意味をしっかり覚えておいていただければと思います。じゃあ今日の授業はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。録画が切れてないことを祈る。 OK。